里山の湯岐不成流里山公園は、岐阜県美の鴨市にある昭和30年代の里山をイメージして作られた都市公園。都市公園法上の旧名称は、平成記念公園。旧愛称は、日本昭和村。道の駅として、道の駅美の鴨を併設する。2018年4月8日に、現在の名称をや変更、リニューアルし、入場無料になった。園内には、 木造校舎や遊具、万華鏡作りなどの体験教室、桑畑、茶畑等が広がる。2003年に岐阜県が整備し、ファームによって運営開始された。岐阜県内に現存した建物が移築される場所もある。名誉村長には中村玉雄が就任し、1年に一度のペースで売らしていた。2003年4月16日にオープン。敷地面積は、 約83.9ヘクタール。ファームは途中から運営から離脱し、平成25年から指定管理者制度に基づき、株式会社、名鉄インプレス、株式会社ギフグランドホテル、株式会社、名鉄レストラン、中央コンサルタンツ株式会社、名鉄環境増援株式会社の5社による昭和村 MC グループが管理、運営した。二千十八年に、 岐阜生流里山公園に名称変更してリニューアル。指定管理者も、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社に代わり、運営団体として、岐阜生流里山公園未来創造グループを設立した。入園料を無料化し、大型遊具の投入などを予定した。リニューアルオープン時の敷地面積は107.7ヘクタールとされている。 契約期間は2025年3月31日までの予定。道の駅みのかもは、岐阜県みのかも市にある、岐阜県道342号、平成記念公園線の道の駅である。公園の名称が、日本昭和村から、岐阜西流里山公園に変更されたことに伴い、道の駅も同時に、道の駅日本昭和村から、道の駅みのかもに変更された。 道の駅見のかもに関するカテゴリー、ありがとうございます。